ライカというカメラ本当は高くないんじゃないの？沼。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。ドイツのカメラブランドライカというのがありますけどもね、まあカメラといえばね、日本製品が結構ね幅を利かせておりますけどもね、その中にあってライカというブランド、なんと言いますか、立ち位置、存在意義、ね、そのブランドの圧倒的な力みたいなものはね、やっぱりね、ライカってすごいですよね。一部パナソニックがライカのブランドのレンズをね、出していたりとか、あと最近ではね、携帯、スマホですね、ライカブランドのね、認証されたレンズをね、搭載してるスマホなんていうのがありますけどもね、まあ、やっぱりライカといえば M 型ライカですよね。でその M 型ライカ、まあ私もね、2018年から使っておりますけども、イメージとしてはやっぱりそのブランド力に比例して高い、ね、お値段が高いって思われてます。だから私も2018年にようやく買ってみたという感じだったんですけどもね、これ意外にね、ライカ買ってみるとね、そんなに思ってたほど高くないのではないかというのはありますね。まあ、感覚がぶっ壊れていくというのは、これは否めません。はい。徐々に自分の感覚がぶっ壊れていくっていうのは、まあ、あるでしょう。金銭感覚がちょっと変わっていくっていうのは、まあ、それはあるとしてもですよ。まあ、やっぱりね、価値っていうのがね、価値の置き方っていうのがね、ちょっと他とは違うんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、例えばね、最近も、とある有名なカメラメーカーさん、日本のカメラメーカーさんの、標準ズームレンズがリプレイスされました。新型に。24-70mm みたいなね、そういう標準ズームレンズがリプレイスされて、性能がやっぱり変わるわけですよね。性能がいい方向に変わるわけですよね、大抵の場合はね。そして小型、軽量になった、オートフォーカスが高速になったなんて言われますけども、で、私ね、ツイッターなんか見てますと、結構買い替えてるっていうツイートをね見るわけですよ。30万円ぐらいするレンズだと思うんですけどもね、そういったものを出れば出るほど買い替えなくちゃいけない状態になっているっていうのがね、まあ商売だからしょうがないし、使ってる方もね、ユーザー側もね、新しい性能を試したいとかね、新しい描写をね見てみたいっていうのは、ね、あるでしょうね。もちろんね、絵が綺麗なら綺麗なほど、いいのだという考えに基づいて、まあそりゃそうですよね、絵が綺麗なら綺麗なほどいいですよね、写真だからね基本的な考え方はそうだと思います。で、時代もあります。時代によって、メーカーがね出してくる絵っていうのがありますからね、そういう時代の絵を使うっていうのもね、また買い替える理由の一つだとは思いますけどもね。これがライカだとどうかっていうとね、ライカは新しいレンズが出たから、じゃあ乗り換えようか買い替えようかっていうことでもない感じなんですよね。やっぱりライカ文化圏ではどうもそうではない。これですね、 28mm のエルマリートというものなんですが、スナップなんかにすごくいいレンズなんですね。小型で、角型フードが付属しております。角型フードがまたかっこいいんだけどもね、28mm の F2.8 というね、 28mmF2.8 ですよ。まあね、ライカ価格としては安い方の、30万円ぐらいで購入できます。中古だったらもうちょい安いですね。25万円ぐらいで私も購入したんじゃないかな。20万円台で購入したと思います。現行品ですよ。ただいま現行品のエルマリート M28mmF2.8 というね、スナップに大変よろしい小型レンズです。で、だ。これは最新型ね。最新型。で、昔、
昔々のエルマリーと同じエルマリーと 28mmF2.8、これはね2型セカンドモデルですね。セカンドモデル前期と呼ばれております。どっちもエルマリーと 28mmF2.8 なんだけど、こっちは古い方。いくらだと思います？ぶっちゃけこっちの方が高いっすこれフードと合わせて30万円どっちも中古ですよ。どっちも中古です。 28mmF2.8 なんだけど30万円。古い方は30万円こっちは25万円ぐらいで買った。どっちも中古ね、そういうことがあるわけですよ。これはね、もしあなたこの古い方を持ってたら価値が持てば持つほど価値が上がっていくみたいな、そういうこともあり得るわけですよね。まあこれはレンズにもよりますけどもね。例えばこのレンズだったら、現行品のこのレンズだったらそんなに価値は上がらないのかもしれませんけどもね、古いね、この古いものはね相当価値を上げましたね。はい、こちらはね定番のズミクロン、アポズミクロンというねすごく高い100万円超えのレンズがあるんですけども、それとは違います。現行品のズミクロン 50mmF2 凡庸なスペック、まあ他社だったらいわゆるマキエレンズみたいなね出てくるスペックですよね。 50mmF2 ぐらいだとね、これがですね、まあ、非常によく映るわけですね。30万円ぐらいで、今購入できます。中古だとね、中古だともうちょっと安いかな、まあ、30万円ぐらいのレンズですわ。現行品ね、現行品30万円いいですか。こちらにちょっとかっこいいレンズがあります。メガネ付きのこれもズミクロンなんだね。ズミクロン 50mmF2 DR ズミクロンと呼ばれております。DR ズミクロン、このメガネ付き、これメガネつけたり外したりで、近接撮影ができたりしますというね、私が生まれる前のレンズですね。これはね、私が生まれるはるか前に、出た製品だと思いますけども、これがですね十数万円で購入できるのかな、まだ今も、ね、現行品の半分くらい、まあ、こっちはだから価値がそんなにね上がってないってことだね。だけど写りはどちらとも言えないですね。写りは匹敵するというか勝るとも劣らないというか、こっちは近接撮影ができる分、寄れば寄るほどやっぱりね、改造する部分っていうのはありますよね。そう考えるとね、勝るとも劣らないんですよ。古いからダメとかそういうことではない。古くてもすごくいい。はい、もう一つ例を挙げましょうか。こちらはですね 75mm のアポズミクロンというレンズですね。まあこれはアポズミクロンといってもね25万円ぐらいで入手できるかなとは思いますけども、これ今や結構貴重になってきたズミロックス 75mm というのがありまして、1980年ぐらいに発売されたのかな。昔の本を見ますと30万円ぐらいで発売されて、中古だと20万円以下で買えるよみたいな、そういうレンズだったんですが、私が入手した時は50万円。現行品25万円ぐらいで買ったのね、中古。これこっちの中古はものすごい価値爆上がりで50万円描写は出てくる絵はどうなのかっていうと、こっちはね高いレンズだけあってねいいって言いたいんだけど、パープルフリンジがすごいねね。はい、ということでね、高いか安いか分かんない、価値はそれぞれ、レンズ製品によってそれぞれ高いものもあり安いものもあり価値が上がるものもありということでですね、一概にこれね持ってるレンズが価値が下がっていくとは限らないんですよね。価値がむしろ
上がっていくレンズっていうのも多々あるわけですね、ライカにはね。そう思うとですね、今日本のカメラレンズの市場でね、新しいのが出たから値下がり、新しいのが出たからそっちに乗り換えみたいなことにね、右往左往されずに、私は、ね、このモデルを買いましたとかね、ズミクロン大好き、第4世代ズミクロンが私は好きですとかね、それでいいんですよ。自分が、ライカデビューした時に買ったレンズっていうのをね、いつまでもこれをね使い続けてもね、見劣りしないというかね、むしろ古くなることで価値が上がる場合がある。あと自分と一緒に過ごした時間がね、こうなんかね、価値を高めてくれるっていう、そういうね気もするんですね。ライカと一緒に過ごした時間、この古くならないレンズ、実際にはね、どんどん旧型になっていったとしてもね、なんか旧型化しない、型落ちしない、なんかそれがね僕はすごく好きですね。だから高くないんじゃないか、ライカっていうのは高くないんじゃないかっていうね、まあもちろん金銭感覚がぶっ壊れますよ金銭感覚ぶっ壊れてるとしても、そんなに高くないんじゃないかなっていうね、これはね価値転換、価値観の違い、まあそういうところあると思いますけどもね、皆さんもね、レンズとかカメラとかに関してはね、今後自分はどれだけカメラ人生があるのか、まあ僕は今もうすぐ再来年ぐらいに50歳ですから、まああと30年ぐらい生きるとしても、あと30年でね、いつまで働き続けるかも含めて、っていうことは、いつまで働き続けるかっていうのは、いつまでお金があるかっていうことだからね。そう考えるとね、一回買って長く使えるもの、しかもこれ見て、金属の鏡頭、ゴムとか巻いてないでしょ、劣化する部品がなるべく少ないっていうね、それもいいとこですよね。 MF レンズだし、手動の絞りだから、電磁絞りじゃないし、AF のモーターも入ってないしってことだよ。でゴムも巻いてない、劣化する部品がほんと少ない。そう考えるとね、決して高いとは言い切れないね。長く使えば使うほど、長く愛していくほどに、これは安くなっていくんじゃないかなと、そんな気がします。はい、というわけでね、また西田さんと、西田渉さんとですね、近々対談した動画をね、公開したいと思いますんでね、そちらの方もね、近日公開しますんでね、ぜひお楽しみに。はい、それでは。